ガラスケース。うぬぼれがいつだって弱
つほどいいプラス思考で僕は逃げ出したんだ。なんとかなるさはなんともならずに、僕の目の前で山積みになって、またいつものように僕は逃げ出す場所探してんだ。しょうもない自分たす1くらいならできんだろう。くだらない自分たす1くらいならできんだろう。もうどうしようもないくらいダメな自分に嫌気がさしても、明日のためなんか一つくらいならできんだろう。していた自分にどれくらい近づけたろう。変わろうとしてでも変われなくて、同じこと繰り返してるだけで、そのうちそんな自分すら可愛く正当化していた。しょうもない自分たす1くらいならできんだろう。くだらない自分たす1くらいならできんだろう。ありがとうございました。